まあいいや、ダメだよ。はい、おじいちゃんが来たんで、お昼ご飯を作り出さないと。はい、まあいいや、ダメだよ、ほら、それで終わり。ということで、お昼は卵を使って、この辺の焼きそばとチャーハンをおむ焼きにしちゃいましょう。お父さん、座ってて、テレビ見てて、ちょっと時間かかりそうだから。悪いね、ほいほい。はい、おむ焼きそばは、基本的におむ焼きそばはフライ、うん、テレビ見ててね。あ、ジュースもいるね。ジュースもね、ねえなったね。飲み物もねえなったね。うん、出しとくよ。うん、ゆっくりしてて。よう来たね。はい、これが。そうだね。焼きそばはそのまま食うわけいかないね、これね。結構劣化してるんで。そうね。ちょうど昨日の、いや待ってる、チャーハンもありますから、うん、まだ OK ね。こういうのをこうやって加熱していきましょう。加熱するとちょっと美味しくなってきますね。で、お、まゆちゃんがいるから、ちょっとまゆちゃんにも一つあげるかな。はい、まゆ、ほら、ハウス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 、味が飛んでるんでね。味が飛んでるから、ちょっとケチャップを入れてあげてしまいます。ケチャップでソースをね、ソースをちょっと入れてみましょう。実はこんなで。油が十分入っているから、うん、油は乗せてないしね。あ、豚のバラ肉すごくいっぱい使いましたからね、これね。で、十分なタレを入れたところで、これね、同じようなフライパンが出てますね。ちょっと底がもう劣化してるんだよな。まあいいやね。はい。で、ゆっくりこれは強火で炒めましょう。強火でやっちゃったことだってね、一回。そしたらもうなんか、そこが膨らんじゃったんだよね。これはよろしくない。で、これをしてる間に、これだね。キャベツを刻んじゃいましょう。なんていうの、ここさっぱりした方がいいからね。さっぱりさせるのにキャベツを刻んで、キャベツを刻んで、このスライサーはあれですね、春キャベツはこれで一番好きかな。スライサーはいろいろと種類があるけどね、一番楽ですこれ。もうね、ヒートよりもキャベツがね、違うんで、もうそろそろこっちがいいかなって感じになってきますね。皆さんの卵焼きのね、
卵をバッカ食ってるんですね。オム、オム焼きチャーハンそば。はい、一気になりました。これはずーっと弱火ね、絶対弱火。そうすると卵がひっつかないんで。で、上に乗ったところでこうやってね、ちょっとずらしてやって、ね、こうきれいにずれますから、もう一個ぐらい卵割ってもよかったよね。もうちょいきれいにずらしましょう。きれいにずれたら、もういいかな。よいしょ。ね、こういう感じでね。いいですね。うまそうじゃろ？うまそうじゃろ？ちょっとケチャップにしようか。卵の味を強く出したい。ケチャップの方がいいですよね。パパン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 。カッターがね、これ意外と有効です。これを釣るようにしてね、ちょっと大きめのところを見てね。ということで、そっち側をやっつけてで、オムライスはどれくらいかかる？これで食べちゃおう。僕はもうちょっとあのお店とかになりますけどね。これうまそうじゃろ。それで朝の豆腐をね、ちょっとひき肉と豆腐をとろみがついてるんでね。あ、味噌汁はこれ、よいしょ、もうちょっと切って、できたよ、お父さん。できましたから、どうぞいらっしゃって。はい、これで、おしげでしょうね。おしげな、おしげな、オム焼きそば、オムです。焼きそばチャーハンオムレツですね。こっち側には、残ったやつを乗せておけば、子供と、お母さんと、ね、いらっしゃって食べてくださいます。今日もよいしょ。ということで、皆さんも美味しいお昼ご飯を食べてちょうだい。